ステロイドが効かないということがこの病気にとって何を意味するのか。僕は絶望への階段を上がっていく気がした。数日で腫れは引いたが、ずっと気分が悪かった。これも副作用なのか、それとも心が病んでしまったのか、僕には分からなかった。ここでも聞こえる音がある。空調の音、ストレッチャーが移動する音、救急車のサイレン。どの音からも幸せは聞こえてこない。ここは音のない世界だ。はい、握ってみて。今の君の握力は左が6で右が5。総合的な君の手の機能は90歳代の平均以下だ。突然おじいちゃんになっちゃいましたね。まるで浦島太郎だ。リハビリ中心に治療方針を切り替えましょう。根気強く続けていきましょう。どうですか佐藤ちゃん、見て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 、すごい。までさん今日調子いいじゃないですか。10回連続出てきたらデートだもんね。そんな約束してません。照れ屋なのかな。リハビリが順調にいってないか。いいか、リハビリは辛い、だからこそ楽しめ。楽しくなる呪文を教えてやろうか。好きな食い物を作業を頭に連想する。例えばサバの塩焼き、しじみの味噌汁みたいな。ほれやってみよう。くそ、でんでん虫かよ。主人良くなってないみたいですね。投与を続けているステロイドも現時点では有効に作用しているとは言えません。そのせいかリハビリにも力が入ってないようです。気分転換させてあげてもいいですか。え、メリさんの羊、羊、羊、メリさんの羊、真っ白ね。ねえ、え、あ、ごめん。何に？ああ、そのままでいいよ。そうか、そうだった。僕はもう障害者なんだ。ライト、行こっか。パパとママの一番大切な場所。え、なんで？それは秘密。よっしゃ、気合い入れていくか。
ママ。ん？何？パパ持ち上げていくの？そうよ。こう見えてもママ力強いんだから。いいよ。俺が来るところじゃないよ。ここ。ハヤト。から帰るよ。行くよ。いいって。やめろって。おうおう、何怒ってんのよ。どうしたのどうしたの。おい、まだ落ち込んでんのか。何があったのか知らないけどさ。あ、元気出せよ。みゆちゃんって言ったっけ。かわいいな。あ、いくつだ。おお、ダメだそれ。飲みたい気分なんです。だってそれ酒じゃないもん、本物の俺の。紛らわしいことしないでください。何カリカリしてんだよ。お前は幸せ者なんだよ。好きな女と結婚できたんだよ。俺に言わせりゃ他に何望むことがあるんだっちゅう話だよな。あんまり落ち込むなよ。パパ今日これもらったね。パパ疲れてたんだって。もう喧嘩してらんだよ。そうだね。ねえママ。ん？この辺かな。何が？この辺かな。どうしたの？ミュの愛をあげたらパパ歩けるかな。え？でもね、いっぱいあげたらミュが痛いからね。半分だけあげるの。ミュウ。ミュウの愛をパパに半分あげる。ダメダメダメ、絶対ダメ。あげちゃダメ。ミュウ、パパのことそんなに好き？うん。ミュー、ママいいこと思いついたよ。オス。何？別に。何これ。なんだよ。
ギを切る音。化粧ポーチの音。ミュウの鳴き声。ミュウ、おいで。今日ご飯なし。何やってんだあいつ。洗濯機の音。トイレのドアを閉める音。ミュウの鼻歌。最後に浦島太郎の続編。なんと浦島太郎には続きがあったのだ。おじいさんになった浦島太郎は家に帰りました。その夜、じいさん太郎の家のドアがコンコン。そこには乙姫様がいました。美人の乙姫様は太郎にこう言いました。私はあなたが好きなの。ずっと一緒にいて。ネギを切る音。化粧ポーチの音。頑張ってますよ。俺の言葉が聞いたな。なんて言ったんですか。聞きたい。じゃあ今度デートね。はいはい。どうですか。あのすいません、あれやらせてもらってもいいですか。まだ難しいと思いますよ。今日はなんかできそうな気がするんです。山口さん、焦るのをやめましょう。焦りますよ、そりゃ。このまま坂道転げ落ちるわけにはいかないんですよ。早く歩けるようになって喜ばせてやりたい家族がいるんです。僕には大丈夫です。リハビリで一番大事なことは何か分かりますか。早く治す気持ちだと思います。できない自分をまず認めてあげることです。現実を受け入れることです。焦って無理をしても何も進展しない。どうだ調子は。高木さん、お久しぶりです。パパ元気になってるかな。なってるよ。だってミュウ頑張ったもん。わーすごい。もうすぐ七夕だもんね。
俺としてはさ、またお前と仕事がしたい。でもさ、うちも経営厳しいみたいでさ。山口、俺も辛いんだ。わかりました。俺辞めますよ。すまん。そんな顔しないでくださいよ。俺が社長でも俺のことクビにしますもん。使い物になんないですから。元気になったらさ、飲みにでも行こう。ですね。でも立ち飲み屋だけは勘弁してくださいよ。わざわざありがとうございました。じゃあ。これまでステロイドを投与してきましたが、いい結果が出てません。 IVIG という血液製剤があります。ステロイドが合わない君にも IVIG ならば効果があるかもしれない。そうなんですか。感染症の恐れは否定できませんが、 IVIG の投与で症状が改善されたという多くの事例が報告されています。まあ、ただし IVIG は非常に高価な血液製剤です。1回の投与で150万の費用がかかります。窓口での負担はそのうちの3割ということですので。高すぎますよ。必ず効くんですか？断言はできません。ただしやってみる価値はあると思います。やります。勝手に決めんな。だってすいません、ちょっと考えさせてもらってもいいですか？わかりました。やってみない？ねえ。無理だよ。一回いくらかかると思ってんの？47万だよ。そんな金ないでしょ。しかも何回も打たなきゃいけないんでしょ。破産するよ。お金の問題じゃないでしょ。お金の問題だよ。どこにそんな金が？お金は私が働いてるから大丈夫。は？働いてんの？俺に黙って何やってんの？っていうか、ミュウはどうすんだよ。寂しがるだろ。ミュウだって分かってくれてるよ。ふざけんなよ。アヤに働かせるくらいなら。いつまでカッコつけてんの？バカじゃないの？アヤに俺を背負わせるわけにはいかないだろ。もうカッコつけんなって言ってんの。そういう状況じゃないの自分が一番分かってるでしょ。今隼人は仕事ができる体じゃないんだから。じゃあもう別れるか。はあ？なんでそういう話になるわけ？養われるぐらいなら死んだ方がマシだよ。なんでそうなんのよ。俺と結婚して貧乏くじ引いたとか言われんの嫌なんだよ。誰がそんなこと言ったのよ。私がいつそんなこと言ったのよ。マジ死にたい。だったらもう死ねば。死んじゃえばいいじゃん、バカ。
死ねばいいんだろう。死ねば。